はい、皆さんこんにちは。旅のすけです。ファーミングシミュレーター19、続きをやっていきましょう。今回はこちらです。はい、というわけで、私の農場からねすぐ離れたこの傾斜地、できるだけ傾斜地は私購入を避けてたんですけど、今回はこちらですね、ポプラ、こちらを植えていきますんで、こちらの畑、にポプラをもうすでにね、テストプレイで植えてるんですけど、これはちょっと植えていきたいと思います。今向こうの方でね頑張ってプラウをかけておりますんで、このプラウのかけ終わった、この畑にですねこのポプラを植えていきたいと思います。で、これも買ってしまったんですが、こちらですね、林業をやる林業の苗とか植える機械なんですけど、今回はこちらポプラですね。ポプラ、あ、こういう茎になってるんですね。この茎をこう植えていくという、そういうシチュエーションでございます。じゃあこのジョンディアのトラクター乗って早速やっていきましょう。でエンジンを起動して後ろの、このポプラ苗植え機かな、これを起動します。じゃあ発進、なかなかこれ直線を取るのが難しいんですが、ほらほらほら、後ろからこれポプラの苗木ですよ。ポプラの苗木がねこういう風に伸びてますんで、ひたすらこの苗を植えるという動画やっていきます。ではこちらポプラですね。ポプラが成長しました。じゃあこちらのねポプラの方を回収していきたいと思います。ではおなじみのショップやってまいりましたんで、こちらでねポプラ回収用のアタッチメント購入したいと思います。ではこちらショップからですねアタッチメント、こちら飼料用、飼料刈り取り機ですね。飼料刈り取り機からこちら、ニューフォーランドの 130FB、 これがポプラ回収のね専用機になってますんで、こちらをはい購入です。じゃあ、こちらなんですけど、飼料用コンバイン、フォレージハーベスターですよ。これしか取り付けれないんで、じゃあこれによいしょ乗り込んで、早速ポプラの回収の方に向かっていきたいと思います。じゃあ先ほど購入したアタッチメントを取り付けましょう。よいしょ。じゃあ、先ほどの、ね、畑の方向かいましょう。ではポプラ畑ですね、ポプラの植わっている畑にやってまいりましたんで、早速じゃあ、後ろのノーズを上げて、じゃあこのポプラを回収します。でフォレージハーベスターなんでこっちをヘルパーさんにお任せして、で私はこのトレーラーで並走するという形ですね。よいしょ。
じゃああれなんで、ハザードランプでもつけながら行きますか。これあれか、一般道に出ちゃうな。そこで止まらないでくれよ。ちょっと待って、これ邪魔ですね。これちょっと一旦ヘルパーさん解除して、あ、ちょっと待って、これちょっとここにそこで止まらないでよ。ちょっと待って待って、ちょっとこれしばらく車行くの待ちますか。よし、 OK。 じゃあこれで、トレーラーで並走しましょう。そこで止まらないでくれよ。これすごい困りますね。あ、曲がれるかな。あ、いったいった。よし、じゃあこれで並走しましょう。クルーズコントロール、クルーズコントロール、10キロぐらいで確か並走できるんで、9キロで。じゃあこれでいきます。で、ほらほら、今回収されてるのがウッドチップなんですよね。計らずもこれ林業じゃないですか。じゃあこれでね、並走していきたいと思います。なかなか難しいですよね、この並走が。あー、追いついちゃった。ちょっと近すぎましたね。この適度な距離が必要なんで、適度な距離を保しつつも、この送られてくるウッドチップですよ。ウッドチップなんかジャガイモとジャガイモのちょっと細かいバージョンに見えるんだけど、気のせいかな。おっとっとっと、また行き過ぎちゃった。そしてここで展開ですよ。ヘルパーさんの素晴らしい展開っぷりを見ましょう。結構崖な部分なんで、どうやってヘルパーが U ターンするか。ちょっと私も U ターンしようかな。あー、ぶつかる。おー、素晴らしい素晴らしい。素晴らしいじゃないですか。おーっとっとっと、あ、なんだなんだなんだ。なんか挙動不審な動きを。こう、あうんの呼吸ですね。
ドチップ満タンになりました。ウッドチップ すごいあの細かいあの細かいジャガイモみたい。あ、ウッドチップありますね。ウッドチップ、あ、すごいすごい。あーっと、じゃあ、このウッドチップをねちょっと売却に行きたいと思いますので、ちょっと一旦止めよう。じゃあウッドチップを売却に行きます。じゃあウッドチップは今回この動画では初登場ですよ。ですね、ウッドチップはこちらですね。これだ、これですね、ウッドチップ製材所ちょっと製材所、この動画で多分初登場になりますので、多分ここですよね、ここです。ですので、これはね、ここの山ですよ。ヘアピンカーブ。いろは坂かな、ヘアピンカーブを使ってこの製材所まで行くんで、もう今回はドライブ会ですね。ドライブ行きたいと思います。じゃあ、このウッドチップを運びましょう。じゃあ、この製材所に向けてレッツラードン。ちょっとハザードをなぜか出してるんで。じゃあ、これで、ちょっとウッドチップ運んでいきましょう。さあ、満載なんで重たいですよ。こう曲がるとね、いよいよ峠道に入るんですよ。ここから峠道です。この辺でね、滝が見えるんですよ。左だったかな、右か。この辺にね、滝があるんですけど、なかなか次に上り坂になってきました。これ今アクセル全開なんですけど、速度がやっぱ上がらない。30キロだ。あ、でもちょっとずつ速度上がってますね。いやー、きつい。ヘアピンカーブ。あ、ここだ、ここ滝が、ほらほら滝が見えるじゃないですか。いやー、美しい美しいですね。そして私の農場がこれ見渡せるんじゃないか。あの辺に見えないな、見えないですね。危ない危ない、脇見運転は危ない。ああ、いいですね、右手の川すごい激流じゃないですか、ここすごいすごい勢いで右手すごい勢いで水が流れてますねさあ、そろそろ山頂が見えてきますよ。いよいよ開けてきました。あそこですね、あそこ、黄色い帯がビューッと伸びてるんですけど、あそこが製材所ですね。ここが一時停止か。この辺は一般車走ってないですね。じゃあ見えてきました、左側が製材所。製材所はいいんだけど、ウッドチップはどこで売るんだろうな。製材所に到着です。多分ここですよね、この左手の
これ打ったことないんでわかんないんだけど、ここ、これウッドチップですよね。あれでもあれだな、ここにないんで、やっぱこっちかな。ここの枠の中ですかね。ちょっとわかんねえな。多分表示が出ると思うんで、一回枠の中に置いてみますか。枠の中に置いて表示が出るようであればそこで売却だし。出ませんね。え？ちょっと待って、なんかすごい嫌な気がする。こっちかな、じゃあ。ウッドチップを売りたいんですけど。あ、やっぱここじゃないですか。ちょっと今表示出た。ちょっと待ってくださいよ。ウッドチップ。ここですね。じゃあ、ウッドチップ、ドロップ。ザバ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 と。さあ、私のポプラ畑でできたこのポプラウッドチップ。ポプラのウッドチップを売却して、おいくら万円でしょう。じゃーん、14,000ドル。なんだろう、綿とかの方がすげえ儲かる気がするんだけど。いやいや、そんな気にしちゃいけねえな。じゃあ残り続きやっていきましょう。しかしウッドチップこれ利益率低いですよね、これ。ウッドチップの今、この私の儲け金額見てたんですけど、これ見てください。これ金曜日と日曜日の日、これ40万ドルと50万ドル。これが売却シャベルなんで、あれコットンなんですよ。コットンですね。で、綿花がもう40万ドルとか50万ドルなんですよ。で、さっきのウッドチップがですね、これ1万、これ多分トラック2台分で2万ドルぐらいにしかならないんですけど、桁が違うんですよ。なんだろう、労力の割にこれウッドチップって儲かんねえんじゃねえかな。せっかくなんでこれ一人称視点でさっきの動きやりますか。これでバックします。バックしてハーベスター超えたぐらいですね。でブレーキかけて一回左に振ります。で左に振って、でこの時にできるだけハーベスターを確認しましょう。ハーベスターの位置からハーベスターを目標にぐるっと一回旋回して、この作物の隣に、平行に車両を持ってきます。で右の、バックミラーを見ながらここで、トレーラーごと、整体してハーベスターの後ろにつけてやるという、こういう形ですね。まっすぐなってないですね。一回前入れて整体させて、でなんでこれこっち側ですね、こっち側にハンドル切ってまっすぐさせてやると、全然うまくいかない。いったか。でこれでオートクルーズ8キロですね。今8キロ設定します。8キロで、あとはこれですよ、フォレージハーベスターと、こう並走しながらね行くという形です。これで向こうの運転手の顔をね見てやると、あのお姉さんですね、ヘルパーさんですけど、旅之助的にはあのヘルパーさんは、地元のフェルスブランの、農業大学の学生さんという、そういう設定です。そういう脳内設定でやってますんで、あ、ちょっと見えないの、ここからだと。こうなんかあれですね、これクルーズコントロールなんですけど、謎のアイドリング、なんかエンジンがね変調するんですよ。ほらほらほら、エンジンが別に速度変わってないんですけど、なぜかねエンジンがこう変調するんですよ。あれ、これひょっとしてハーベスター見逃しちゃったかな。発進したらクルーズコントロール。じゃあこれで、あとはもうずっとハーベスターに乗ってるお姉さんを見ながら、最後の一列終わらせましょう。なかなかこう直線を見ないんで、正面を見ないんで難しいですね。いやー長かったですねこれ。もうほとんど多分動画早送りがカットされてるんですけど、おっとっとっと、離れすぎた。ハーベストの位置を見ないと自分の位置がわからないんで、ちゃんと動いてるかどうかが。そしてこれで
ポプラの収穫が終了ですね。はい、というわけで、ポプラの収穫が終わりました。じゃあこれ売ったら今日の動画終わりましょう。いやー、今日も2時間コースでしたね。よし、じゃあ、材木場か、材木場に向けて向かってきます。はい、では、材木場ですね。ウッドチップ運んできたんで、このウッドチップを売って今回の動画終わらせたいと思います。じゃあウッドチップを売却していきますよ。はい、売却、よいしょ。バサ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 いまいち入ってないと思うけど、はい、というわけで、13,445ドル、さっきも確か12,000ドルぐらいですので、合わせて2万5、6千かな、多分2万5、6千だと思うんですけど、収穫、あれ2万7千ってなってんな、3万ドルか、3万ドルですね。ウッドチップ1回売って3万ドルですなんだろう、コットンがあまりにも高すぎるんで、あんまり高くないと思うんですけど、気のせいですよね。ということで、今回はこちら、ポプラですね。ポプラの売却で終わりたいと思います。ちょっと畑行きましょう。畑に戻りましょう。はい、ということで、こちら、フォレージハーベスターを使ったね、ポプラの回収で終わりたいと思います。あの山の上に多分行ったんですね、私。はい。それでは皆さん、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。